こんにちは、エンジンかずみです。今回も VR チャットにいる方にお仕事の話を伺おうと思います。それでは自己紹介の方お願いします。介護の仕事をしているナッポンです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ナッポンさんは介護士でいいんですかね。介護をしてる介護士っていうのは別なんですかね。一応あの国家資格は取ってて、あの介護福祉士という形にはなりますね、うんうん、あ、そうなんですね。じゃあその介護士介護福祉士になるまでのざっくりとした流れみたいなのを聞かせてもらってもいいですか。自分高校卒業してから特に本当にやりたいことも夢もなかったんで、うんうん、でも何もしないわけにはいかないんで、まあ、とりあえず職に就こうと思って、うん、とりあえず介護の世界に飛び込んでみました。高校から直でその介護の仕事に行ったってことですか、うん、あ、そうです。なるほど。介護福祉士はじゃあ仕事やってる中で取ったって感じなんですかね。実務経験を3年積めば あの介護福祉士の受験資格はもらえるので、うんうん、3年働いてあとは試験受けて合格みたいな感じで。なるほど。ざっくり介護の仕事ってどういうものがあるんですか。まあ、メインとしては、まあ、本当にその方のできないことのお手伝いがメインで、例えば手が不自由だったらご飯を食べさせてあげたりとか、うん、立てない方だったりもいるので、こう自分に捕まってもらってこう移動、車椅子からベッドに移動だったりとか、その方のできないことをサポートする仕事ですね。ちなみにその介護施設っていろんな介護があるのかなと思って、例えばおじいさんおばあさんの高齢者の介護もあれば、ちょっと体が不自由な方とかもあるのかなと思って、お仕事で言ったらどっちになるんですかね。自分が働いてるところは特養って言われてる特別養護老人ホームっていうところで働いてるんですけど、介護度っていうものがあるんですけど、はいはい、自分がいるところはちょっと介護度がちょっと高い、ほとんど4とか5の方が多いですね。ほとんど寝たきりだったりとか。ああ、4とか5とか本当に寝たきりみたいな、ほとんど何もできないみたいな感じなんですかね。そうですね、おむつとかしてるんで、うんうん、それの清潔に保つために洗浄したりとかしてます。なるほど。なんか最初の頃とかちょっと自分だとちょっとおむつ交換とか厳しいじゃないですけど、ちょっとな最初はなかなかあれかなと思うんですけど、はい、どうでした。そうですね、じゃあおむつ交換のやり方を教えてあげるからちょっと見ててねって言われた時に、まあ、衝撃でしたね。あの人の下の世話ってあんまりしてないじゃないですか、うん、家族とかにそういう、ね、そうですね、方がいなければ。だからびっくりというか衝撃でしたね、うんうん、でもやっていくうちに慣れて、まあ、だんだんにやるつれに慣れていきましたね、うんうん、これが普通みたいな。なるほど。やってますね。はい、ちょっと違う話になるかもしれないですけど、なんかこれは新人だから、なんか新人はこっから始めるとか、これはちょっと慣れてる人とかベテランじゃないとできないなみたいな仕事とかもあったりするんですか。介護福祉士を持ってて特別ななんか資格があると、鼻からとか胃からの栄養を送り込んだりすることとか、あと口と鼻の穴から管を入れて痰を取ったりっていう仕事は任されたりすることがありますね。あ、なんかすごい病院みたいですね。なんていうか医療的ケアみたいな感じですね、うん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 、一応医療行為、一応その部分だけはできます。私は。なるほど。聞いてみたかったのが、結構介護ってきつい仕事みたいななんか噂を聞くんですね、話で。どうですか実際。そうです。自分がまあ今8年目でやってて、最初はこうやるぞみたいな感じで新しいことを覚えて吸収してくるので、こう楽しい部分もあったんですけど、なかなかこう年数を重ねていくうちに心身ともに結構疲れてくるというか。ああ、それは単純になんか休みが少ないからとか。まあ、そうですね、あの自分の今の職場では月に10日は休みはあるんですけど、その中にあの夜勤が入ってて、夜勤明けもその休みの中に含まれてくるんですよ。5回とか4回ぐらいしか丸1日の休みがないっていう感じですね。それはだいぶきついですね。離職率とかで言うとどんなものなんですか。8年とかいたら結構ベテランになっちゃうのか、それとも割と辞めないというか。入社した時はだいたい160名いたんですけど。あ、結構多いですね。今現在だいたい120名ぐらいしかいなくて毎年バラバラなんですけど、うん、8人とか10人ぐらい退職者年に出てるんですよね。それはやっぱあれですかね、休みが取りづらかったりとか、ちょっと忙しいみたいな。まあ、ちょっとメンタル的なところでやられちゃった一人の人だったりとか、うん、仕事量に見合わないっていういうことでこう辞めてく人がちょいちょいいますね。逆になんかそのやっててなんか嬉しい瞬間とかってありますか。やっぱりこう感謝されるところですかね。あの利用者さんだったりとか、あと家族さんからの感謝の言葉とかあった時には良かったなという思いがありますね。ありがとうございます。あとちょっと気になったのが、介護士さんってなんか男女比で言うとなんかどんな感じなんですか。私の部署であれば男4の女性6って感じですね。ああ、やっぱ女性の方が多いんですかね、介護士さんっていうのは。まあ
そうですね。これ聞いてみたかったのは、結構介護の仕事って力仕事とか多いのかなと思って、こうやってよいしょって持ち上げたりとか思ったんで、結構そこら辺とか、そう、なんか女性の介護士さんとかだと大変なんじゃないかなと思ったんですけど、やっぱりこう女性となるとちょっと男性利用者さんというか、うんうん、おじいさんとかもいるので、やっぱりそういう時は一人で無理せずにやらずに他の職員呼んで、こう二人で異常とかしたり、あんまりこう自分一人で負担をかけないようにしてます。やっぱりそれ一人でやってしまうと腰とか痛めて、あの怪我の元になってしまうので、そこは配慮してやるようにしてます。なるほど。ちなみになんか VR チャット始めたきっかけとかってあるんですか？スタンミさんがきっかけで、まあ、始めて、あともう一つ、自分あんまり人とこう話すのがちょっと苦手なタイプっていうか、人見知りなタイプなので、それを克服できればいいかなっていう感じで。あ、そうなんですね。なんかそんだけ介護施設とか毎日のこう人とお話とかしてるのかなと思ったんですけど、ちょっと話すのは苦手なんですか？毎日こう顔合わせてるので話しやすいんですよね。やっぱりでも初対面の人だったり、うん、何かしらのグループで話すときにあんまり厳しいというか難しいというか、だからそれを克服するために始めました。うんうん、あ、なんか結構偉い理由というかちょっとできないところとして、介護士やっててちょっとこれみんなに知ってほしいなみたいなことってあったりしますか？これからね、この介護の仕事に入ろうっていう方いると思うんですけども、きついからやめようとかじゃなくて、こういろいろ介護でしか得られないこと、まあ、命の大切さだったりとか、うん、家族の大切さだったり、こう思うことがあるので、ちょっと大変ですけども、やりがいの方が結構でかいので、介護に興味がある人はちょっとチャレンジしてもらいたいですね。じゃあナッポンさん的には仕事自体は結構好きかなって感じですかね？まあ、そうですね、うんうん、ありがとうございます。この仕事について良かったです。ありがとうございます。最後に何か宣伝したいものがあれば。 VR チャットを始めてまた大体1ヶ月半、まあ、大体2ヶ月、あまりまだまだフレンドいないので、こう遊んでもらえる人が増えればいいなと思ってます。Twitter とかもフォローしてもらえれば嬉しいです。わかりました。じゃあ Twitter 概要欄に貼っとくので、興味ある人見てみてください。はい、じゃあ本日はありがとうございました。ありがとうございました。はい。